ご近所さんの気楽なステージ。岸角です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすっかり春、秋でしょ。秋ですよ。でも台風が、はい、毎週のように今来てるよね。来てますね。19号は結構あちこちで氾濫してたみたいだけど、関東は結構言われてましたけどね。まあ実際僕は大したことなかったですけど、僕もずっと避難警報が、携帯が鳴りっぱなしだったでしょ。鳴りっぱなしでしたよ、これ。あの、聞きますこれ。聞いても大体みんな聞いてると思うから。これずっとこれ、これ向かいにスピーカーあるんですよ。ああ、そういうこと。バカでかい。なるほどね。なるほど。ずっとここでもう目の前で言われて全住民に聞こえるやつが目の前やから。それのスピーカーが家の目の前だよ。じゃあ大きいやね。そうなんです。でもちょっと不安になってくるね。不安やし、もうなんかどうの訳が分からない、もう戦争かぐらいの。でも避難せんかったんやろ。避難せんか、わしはここにおるっておるっつって。いや、だから家を守るんじゃ、守るんじゃ。大黒板してたね。だから結構そう、その夜中に避難警報が来てもさ、なかなかさ、はい、あそこまで行けないじゃんね。あれ、あそこって避難所だよ。そんな分からんじゃん。だからそう、あそこって言って今避難の話したら避難所やろ。だから結局ね、はい、また障害の話になっちゃうけどね、はい、こういう避難警報来てもね、はい、うちに誰も来ないもんね、避難してから。ああ、もう要するにこうヘルパーというか、はいはい、助けに。そうそう、助けにね、はい、そう。レモンの木の仲間たちはどうしてるの。ああ、だからそれはみんなそれぞれ家で、はい、家があるから、はい、家を守るのが大事じゃん、はいはい。それで結構遠くまで来るようになるわけでしょ。だったら避難そういうのが出た時にはそういうのが出た時には誰かが助けに行きますよって言ってるのに。言ってるんですか。そうそうそう、誰一人で人。僕もね、まあ、今坂本さん大変だろうなって思いつつ、まあ、ちょっとうちが大事やからっていうね、でしょ、はい、正直それはすみません。正直それは自分の保身に走りました僕は。だから僕はっていうかみんなそうだと思うよ、ね。それで民生委員のさ、おじいちゃんおばあちゃんがさ、来たってさ、いや大丈夫ですよって言うしかないよね。よっぽど屈強な人が来ればね、はい、肩車しますよみたいな感じで来ない限りは。別だけどさ、だからまだ歩けるね、僕なんかはいいけど、それこそ寝たきりの年寄りなんかだったらどうすんだろうと思う、はい、そうですよ。おぶってなんかいけないし、はい、なんかね、助けに来てもなんかね、あったよね今回、ヘリコプターから来てお母さんがずり落ちて、あ、そうなんです、落っこっちゃったよね、何十メートルか下に。そりゃ
なんちゅうこと、勝つや、それ勝つ勝つだからそのおばあさんに勝つや、おばあさんにじゃない、おばあさんにじゃなくて、その自衛隊だか警察だか知らないけど、その紐をちゃんとやらなかったみたいで、何を笑ってるんですか、何を笑ってるんですか、いや笑っちゃうでしょう、なんでそんな人が一人亡くなってると、紐を、いやそれは悪いけどさ、でも紐をあれしてるのにちゃんとやればさ、ちゃんとヘリコプターの中にさね入れられたのにさ、40メートルっつったっけ、ちょっと高さ忘れちゃったけど、予想以上に柔らかかったですよね、おばあさんが、おばあさんがすり抜けてた、すり抜けてた、そういうことトントンってふりやんって生んこみたいな感じで、うん、そんなくくり方したん、そうなんですよ、練習ではなかったよ、いやあんなもんそんな短歌みたいなやつにくくるんじゃない、あそう、 おばあさんくくったの、そういう感じ、でもなんかそういう感じ、こうあのおばあさんに、うん、ああいうのって紐をなんかつけてカチャってこう、はいはい、多分、はいはい、救助の人にも、あそうなんや、であ一緒に一緒に上がってくるんじゃなかった、あのあそういうやつか、うん、そうかそうか、なんかあそうやね、スカイダイビングみたいな、はい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 、パラシュートみたいな感じ、うんうんうん、あれをずり落ちたってことじゃん、そうなのかね、よく分かんない、それとも短歌みたいなのくるんで、あいやでも多分そのそっちやわ、その一緒に行くタイプやわ、この物取りみたいな、物取りどういうことなの、一緒に行くタイプをよく見るからそうなのかなと思ったけど、でも一緒に行くタイプっつっても救助の人がこう抱きかかえてるわけじゃなくて、しっかりくっついてベルトでカチャンって、もう締め付けちゃってるんでしょ、はい、それが外れたのですか、いや、紐をちゃんとつけてなかったって言ってましたよね、外れた、なんかすり抜けたかガチャンってちゃんと取れたよ、多分取れたんでしょ、あのあのカチャン言ってなかったよ、カチッカチッぐらいで音カチンぐらいで、おいけいけいけって音がするまで押してくださいって書いてあったのに、うん、カチンって言ってなかったよ、か最初のカチンの1個目のぐらいで、カチンって言ってないの、うん、でおばあさんもは釣り上がった時点でパカンってパカンシャワーンってなってるの分かってるから、ちょっと待って、こんなさ亡くなった人もさ茶化すのやめようや、そう、茶化したいか、勝つ勝つ、おばあさんに勝つ、我々の浮かれたノリに勝つ、ノリに勝つ、そう、うん、いやだからね、やっぱりそうなんだよね、そういう風にして考えると本当にいざとなった場合にどれだけの人がどれだけのところへ助けていけるかなってさ、分かんないじゃん、自衛隊も信じられないですね、こんな、うん、来たとて、来たとてカチンとするまでそうあの押さないわけですからね、うん、ストッパーを、そうそう、だからあの問題になってな、耳の聞こえない人が、はい、ね、隣が火事になってても、はい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 、自分家に火がつくまでは気がつかない、なるほど、はいはいはい、ね、そうですね、うん、でしょ、はい、もうすでに遅しになっちゃうよね、そうですね、だからじゃあそういう人たち手話できるのかって言ったらまずできないじゃない、はいはいはい、説明するの大変ですね、うん、だからそういうのをなんかプラカードみたいなのあって、隣が火事ですから逃げてください、逃げましょう一緒にとか書いてあるんです、うんうんはい、あれすればわかるけど、なんでこの人たち組んだでおしまいになっちゃうじゃん、はいはい、ねえ、だからそういうのもすごい問題だしさ、うん、だからただ言ってるだけでいざとなったらね、全然もう障害の人なんて死ぬだけだよ、高齢者もね、もう置いてけぼりですね、置いてけぼりです、うんはい、そういう人たち助けるよりまだ違う人助けないといけないんだって言って、うん、なっちゃうじゃん、なっちゃう、なっちゃうんですね、うん、ね、だからそれってさ、すごいどこまで徹底してるのかなっていうの、僕なんか見てると全然徹底してないように見えるけどね、まあ、まずもって坂本さんの家に誰も来なかったっていうのがもう物語ってますね、物語ってます、そういうことですよ、
うん、来なかったんですから、うん、来なかったんだからねちょっと落ち込んでますよ、佐野さん。あいつは死んだ方がいいと、うるせえから。落ち込んでるじゃないですか、うん、ね、田島さんもなんかモヒカンみたいな、うん、言ってたね。違うんだよ、理由があるんだよって言ってましたけど違うんだよあれは台風でそがれたんだ床屋行ってたんじゃない、ちょうど床屋、うん、行ってる時に、うん、震災狩りってそういうことだからね。震災狩りか、うん、ああ、だからあの人も屋根が飛んじゃって車を傷、止まってる違う人の自分家じゃなくてね、うん、他の人の車、止まってる車に傷つけちゃって弁償来るかなとか言ってたけど、田島さんですか、うん、屋根飛んだんですか。屋根が飛んじゃった、うん、結局来なかったみたいだけどね。そうなんですか。それでけじめで髪を、けじめでモヒカンに。いい人でよかったね。いい人でよかったね。タクシードライバーのラストやから。これ、まあ、田島さんっていうここのスタッフですけどね、もういくつぐらいですか。もう60ちょっと、うん、今日久々に会ったら完全なモヒカンになってたね。びっくりしたね。優しいおじさんなんですね。優しいおっちゃんなのに、うん、温厚な、そうそう、うん、本当に優しい人っていう、もう言わざるを得んかと思う、ね、どうしたんですか。すごいですか。素敵な髪型ですね、うん、いや違うんだよ、これ理由があるんだよ。どんな理由なんやろ。どんな理由なんやろ。どんな理由なんやろ。なんなんやろね、うん、童貞卒業したとか孫悪いよ。そうそう、もう孫もいますよ、何人か。あ、そうなんですか。うん、なんか、ね、孫と一緒に、なんかやったんかな、うん、やったんかな。その孫がすごい口聞いてくれんやったけど、孫が最近パンクロックに目覚めてるんだってみたいな話を聞いて、うんうん、じゃあ一緒に、一緒にパンクを見に行こうって行こう。モヒカンで行って、うん、行って、うん、まあそういうとこなら合うけどね。そうですね、そういうとこでは合う感覚ですけど、やっぱ福祉関係でね、モヒカンっていうとちょっとやっぱり場違いというか、どっちが施設に入ってる人かなって思いますもんね、やっぱり。本当普通の温厚なおっちゃん、優しいおっちゃん、うん、すごいいい人、うん、ある日モヒカンだったからね今日ね、うん、ある日モヒカンでやってきたわけやろ、うん、おはようございますって言って、お疲れ様ー、お疲れ様ー、ちょ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 、どうしたんですか。ちょっと茶色入ってたよね、うん、でもモヒカンプラス何があったんですか、田島さん。いや知りませんけど、ね、ちょっと本当ちょっと茶色みかかったモヒカン、うんうん、なんかベッカムみたいになってます。ベッカムのもっとモヒカンちゃんとした、うん、ハードモヒカン、うん、ハードだからあれですよ、どうせ見えない施設ですから見える人がいないからね、うん、だからみんな気がつかないし、バレあの僕だから最初に言ったみたいな。そうそう言わんどいてみたいな、うん、この空気で、あ、そういうことやったんや。じゃ坂本さんもあそこで気づいたんですか。そうそう、モヒカンそんな会ってないけど、ね、モヒカンなんかいて今朝、あ、僕らが言ったので気づいたんですね。そういうことです。あ、それ悪いこと、確かに、うん、どんなゲームなのそれ。気づかれんようにモヒカン、気づかれんようにモヒカン、どんな楽しみ方なの仕事の。いやいや、この中では別にモヒカンにしようが坊主にしてこようがみんな気がつかないからね、まあ、そうですね、触んない限りが、はい、でもう一人の、ね、目が見えるスタッフの方は、ショートカットの方は何を言ってないです、うん、一切目を合わせてなかったですけど、うん、あ、分かんない、多分合ってないんじゃない、ね、それともあって思って口に出なかったのかもしれないし、うん、ああ台風がね、そういういろんな、うん、いろんなものを変えていきますね、うん、そうですね、うん、台風明けてもヒカンってちょっとなんかひな鳥みたいな
ほんと大変か分からんけど、けどなんか開けて、いろいろ、ね、ね、うん、台風開けて見てみたら、うん、ひな鳥が、もういいかなって。かわいらしいね、そうやって見ると。もうあれだね、本当に台風じゃないけど、来年からは今年みたいな台風の来方になるんかね。まあ毎年は大概来ますからね。大概来ますよ、台風なんか。うん、だから下手すりゃ今度沖縄あたりで発生してさ、うん、一番強い頃ね、九州のあたりに来てさ、はいはい、普通じゃないですか。いや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 、今まではもうもっと南の方でベトナムだとか向こうの方でできて強くなって日本に近づいてくる頃はまあちょっと弱まるっていうのが、うん、一番多いパターンですけど、ね、一番多いパターンじゃん、うん、まあでもなんかねちょっと抱きつけすぎというか、うん、台風怖いぞみたいな言い過ぎな気もしますけどね。言い過ぎやね。なんかニュースでも今回のでも、うん、命を守る行動を最優先にしてください、うん、なんかあっちゃうよ言ってたね。なんかじゃあ、うん、なんか言ったよって一個なんか情報なんか付け加えて、うん、なんか風速は何メートルにやや減少したようですとか、うん、なんか一個情報付け加えるたんびに命を優先する行動を、うん、特に NHK 言ってたよね、うん、あれなんだ急に今年初めてだよね。前は言わなかったけどね、はい、なんなんですかね。あれなんだろう、あれなんか僕の記憶だけで言うと、うん、震災ぐらいから言い方変えたなと思って、うん、命を守ることしてくださいみたいな、なんかこう、うん、あの過剰にそっちの方は過剰に言うてみたいな、あ、はい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 、そう責任取れんから、うんうんうん、だからねそこがよくわかんないんですよ。予想は全部外れるかもしれんけど、うん、命最優先思想貫きました、うん、みたいな、そうだよね。命を守ってくださいってもうめちゃくちゃ危ない、命を守ってくださいって言いましたって言いました、うん、そうなんです。ありがとうございます。ほら命あれもね、命守ってっていうのがどうやって守りゃいいんだよって世界もあるしね。そうなんですよ。それなんですよ。それを言ってくれ。何なんだよ、命守ること、ね。当たり前じゃん、僕、うん。どうやってかとか。そう。命を守る行動を取って、うん、来てるみんな。みんな取るでしょ。取る当然のことなわけよ。うん、それどうやってとか、ね、いつ避難すればいいのかとか。うん、それが大事なだけで言わんで、そうこと、そうそうそう、本当言わんで、お前何様やって、何様や、うん、しっかり守っとるわこっちは、うん、みんな守ってるはずだからね、うん、はい、それでもわからんことがあるから教えてくれって言うとるんやけど、うん、そう、命を第二優先にしてくださいっていう時だけ言ってほしいわ、うん、そう、命以上に大切なんですよっていうニュースがあるんやったら、うん、それはもう絶対言ってほしいわ、うん、もう完全にみんなで戦争します、うん、戦争しますっていう、うん、国が大事ですっていう、うん、そういう時はね教えて、早めに、うん、それを教えてくれんと、うん、命優先してしまうからこっちは、それ言うと誰かの言った国会議員みたいに戦争しなければダメだみたいな世界で社会に言っちゃうと批判が来ますよ、戦争ね、はい、戦争ですよ。だから結果何も言わなくていいっていうことですよ。どれだけ危ないかできるだけ正確に言ってほしい、うん、そう、情報だけ以外、うん、あのだからそう、最近国会議員も結構戦争云々言ってきてるもんね。あ、そうですか、うん、戦争をほら一番のあれが戦争をやって取り戻すしかないとかさ、あ、はいはいはい、ね、北方領土の話、そうそうそう、うん、あれから結構戦争戦争って結構国会議員平気で言ってるけどね、うん、はい、なんかちょっと言い過ぎなような気もするよね、うん、
そんなにいいもんなのかってなっちゃうじゃん。まあね、政治家ですからね、戦争の話はたくさんしなきゃならんのかもしれないですけど、うん、戦争って言ったぞっていう報道がちょっとなんかね、あの人もちょっと取り上げてくれる、すごい取り上げてましたよね。取り上げてくれるから大名行為だよね。そう、やっぱなんかやったら戦争っていうワードに敏感な感じはありますね、うん、言う側もこうメディア側もというか、うん、だからなんか最近 NHK から国民を守る党だっけ、はいはい、N 国、はい、ここに出たじゃないですか、ここにも出てくる、うん、もらったけど、うん、なんかあそこも最近変なこと言い出してるよ、結構ね。ずっと変ですよ。最初から変なこと言ってますよ。あそこは変な人たちの集まりですよ。変だからゲストに呼んだんですよ。だから、なんか変なこと言ってるもんね、最近。それは結構表に出てるじゃない。だから、その、最初からああいうこと言ってるけれども、うんうん、割と全国的にその声が通るようになってきたっていう、そうだよね、あ、そうなんだ、感じですよね、うん、あとやっぱり、まあ、みんな真面目やね、うん、NHK から国民を守る党のなんか発言にいちいち真面目に返しすぎない、ね、そうだね、うん、だから真面目なんだけど、それはいいんだけど、じゃあ国をどうするのかっていうところが全くないじゃないですか、うん、ね、NHK から NHK からっていうだけであって、うん、じゃあだから市会議員、ここへ出てもらった市会議員の人だって、うん、じゃあ朝霞市をどうするんだなんて全然考えてる人じゃないし、はい、ね、でもそれはっきり言ってたんです、それはもう市長が考えることで、うん、我々議員は選挙で約束したことをやってくるわけですっていうのね、だからどっからでも出られるんですよ。はい。システム。そう、システムは、N 党のシステムを解説しただけじゃないですか。あの人たちはもう最初からおかしいですからね。おかしいね。うん。うん、やばい人たちですから。だけど、全国、だいぶ本当に全国区になってきたから、うん、まあ真面目にね、それこそ、あの返す人もものすごい増えて、うん、大批判みたいな、大批判、感じになってきた。なってきてるよね。うん、前はもうちょっと批判してる人も一部の物好きが批判してるぐらいのね、うん、感じだったはずなのに。でもね、この前駅前で NHK から国民を守る党がなんかこうシールを、まあ、例によって配ってよった、うん、駅前で、うん、あれがね、なんかね、なんやろ、配っとる人たちの態度がね、うん、態度悪くはないんやけど、うん、なんかちょっとね、ギラギラしとんよね。おー、その感じがこう駅改札降りてバーって階段降りてったら、うん、NHK が組み守ると思うなんか、うん、ジャンパーみたいな独特の黄色かななんか、うん、バーって見えて、みんながその党員の人たちが配りながら、うん、なんかね、おいうっしゃーみたいな感じで、うん、なんかね勢いというか、おー、何やったら揉め事起こしますせみたいな感じが、うんうん、なんかちょっと幕末のなんか維新志士見とるような感じというか、なんかもうあれやったら問題起こしてくれて結構みたいな姿勢で、あの立花隆さんに憧れて入ってきたボンクラたちやからさ、多分だからああいうのに憧れとるわけだから、そのね感じを感じたよね、立花隆っていう人に憧れた下っ端が一番過激みたいなさ、うん、あるやんか、そあるある、そのなんかね、おい、なんかちょっと違ったヤクザ集団 見とるような感じだよね、そんな感じ受けた、はい、なんかアンチと大喧嘩して、うん、警察だったみたいな、早く俺もなりてえみたいな、うん、なりてえみたいな感じで、そしたらもうすぐ iPhone で生配信するのにみたいな、うん、そういう感じが、うん、ギラギラしとったな、うん、いや、なんか結構最近って南じゃないけどそういう議員が多いよね、
彼議員じゃないですよ。いやいや違う違う、彼が言ったようにおかしいよっていうのさ、まあね、目立ってなんぼみたいなね、そうそうそう、もう SNS の時代ですからね、うん、私目立てばいい、私ストリーミングの時代ですからね、うん、目立ってなんぼみたいな、まあ、人気商売ですからね、人気商売ですよ、どう、うん、人気商売になっちゃってるし、うんうん、もう勝つ、政治家にはね、もうざっくりしすぎるって、もう目立ってなんぼで国のことを考えてない立花隆には勝つ、お勝つですわ、勝つですわ、今度埼玉から出るでしょ、うん、ねえ、どういうこと、また石破って大橋議員来てくれたら面白い、面白いけどね、でもなかなか今離れたよ、うん、今川口になったんだ、川口でしたっけ、ね、そう、どこでも彼たちのあれだったら、うん、市なんか関係なくどこでも出られるよね、うんうん、まあその党の云々はありますし、うん、狂った党ですけれども、はい、大橋議員の、そのね、党首というか男気はね、もう素晴らしい、うん、一見のやっぱりこう政治家として一人こういう人は必要やなっていう感じは、うんうん、あの感じたね、あの珍しいで、こう珍しい、本当幕末じゃないけど、うん、あのまあ明治になって残った志士たちがなった政治家ってこんな感じだったのかなっていう、こんな感じだったよ、着物、うん、座り方っていう感じ、そうやな、うん、もう NHKが亡くなると同時に、うん、直ちに政治家を辞めるっていう、ね、うん、感じだね、そうだね、面白かった、面白かった、うん、だから何も言うことないし、亡くなったら言うことをどこを言っていいか分かんない、うんうん、まあその回はちょっと YouTube でね検索して、ね、大島さのぶさんゲスト回は、うん、我々がね大橋さんのことをドラッグに例えて、うん、解説、そうですね、ドラッグで見る、ドラッグで見る NHK から国民を守るという回がありますので、うん、ぜひ見てほしいですね、うん、まあ、という感じで、今週も何の話でね、はい、今週はね、今週は今週はもう季節の話ですよ、はい、風が去って、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ました、また来週、the sunshine, I pray for the rain, you pray for the sunshine, I pray for the rain, flood me again, you pray for the sunshine, hey, you pray for the sunshine. I hope it rains. I want a downpour. Flood me again to soak me through. I want to hear it roar up above me. Remember your love is enough to keep me warm. I hope it